おはようございます。こいつなりなんですけど、今回は、まあ、リュウジさんがまだちょっと来れないんで、あの急遽代役として私、ビッグワニの MGG マネージャー、クーヤンが、まあ、ちょっと、ね、あの渋谷のところでなんかマジックやってるらしいんで行こうかなと。そうですね、行ってみましょうか。とりあえず今日は僕と、名前はドラタロでございます。はい、よろしくお願いします。実写版ドラタロはい、指だけ出しますか。はい、だけどまあなんかちょっとね、そう今日はしカッチリしたのが僕ちょっと苦手なんで、ちょっとゆるく行こうかな。はい、はい、というわけで早速渋谷にマジックのこの裏面がドンと出てるのがもう、この渋谷はその DCI トーナメントセンターの渋谷とか。あ、そうですね、歴史的には昔は結構渋谷はマジックの店もいっぱいあって、はいはいはい、DCI トーナメントセンター、そうかそうか、まあ、渋谷自体はあの日本のマジックがかなり黎明期重要な場所になって、歴戦のプレイヤーにとってはかなり重要な土地ですよね。したと、ああ、だから今回渋谷でと、じゃあ早速行ってみますか。はい、これ見てください、これ結構好評で、これも結構見たこと、うわ、めっちゃいいじゃん、すごいですよね、うん、これもうあれ秋葉原店のこのエレベーター欲しいお店にね、あるとね、確かにかっこいい、本当だ、入ってすぐ2015年、これあの一番最初のところから至るところに一応。あ、そうなんですね。じゃあ週毎年分あるんですかね、もしかして。そうそう、多分誕生した年から。もうじゃあ合計30枚ぐらい。うん、わ、すごい。俺も全部は確認できてない。探したいですね。そう、今ここでもあのコラボメニュー。あるんで、はいはい、ラブンタ風バターチキンカレーってやつ、普天のステッカーみたいなのももらえるみたいな。そうそうそう、ちょっともう一部では終わってしまったみたいな話聞いたけど、なんじゃなるはやで人気なんで、人気ってことですもんね、すごい。はい、というわけで、ね、ちょっとあまりにもお客様が多すぎて大盛況なんで、あの全体をパッと映したかったのでちょっと難しそうな、入るといきなりこの歴代プレインズオーバーすごいですね。これ全部実カードが、画像とかじゃなくて本物が並んでるんですよ。どうしてもね、1枚だけ大盤のだらけがね、サイズ的に。もし次があれば、そのガラクも入れたい。まあ、コンセプトは紙で使える。実際に入れるやつ。はいはい。ミステリーブースターの。プレインズを買ってもちょっと意図的に省いてはいる。あ、なるほど、まあでもこれデッキに構築で入り得た人たちってことですもんね、この人たちは。まあなんかその大事って自分が始めた頃のプレインズを買ってすごい印象に残る人多いんで。あ、そうですね、最初に使ったとかは確かに記憶に残ることが多い。俺とかね、途中から突然プレインズが出てきてタルモゴイフで知るみたいなここを見ながらみんな語ってくれるんで、まあ、逆にあのこんなおったやんみたいな。僕はあのこれすごい使ってました。強かったですか。ガラクですね。あ、まあ、これも使ってましたね。どっちもね、長いこと使わせていただいた2つですけど、あれを2名に使ってやったんです。すごいですね。時系列順にね、全部頑張って並べたんで、まあ、それが一番見どころではありますが、マジックの歴史のスタートですね。そこから始まった1993、この日から全てが始まった、まさしくですよね。で、まあ、それを、まあ、俺が頑張って全部エクセルで見て、ああ、なるほど。じゃあこの展示の、まあ、並べとかもクーヤンさんがやってる。そうそうそう、全部すごいや。まあ、どっちかというとその削る作業、並べたいカードはたくさんある。そうですよね、確かに。そう、でも、まあ、ちょっと意味を持たずし、私並び順とかにしてくださいって言われて、はいはい、頑張って考えて、ここから始まった。国内に入ってきたのはこの辺からですよね。この頃にまだリバイルとか売ってたんだけど、なんか英語版も結構もう日本語のリバイルとかなくて、イタリア語のリバイルとかめっちゃ
なんか市場にたまに見るのはイタゴリバイズだったりするのはリバイスは多い、そういう経緯だったんですか。イタゴリバイスって聞いたことある人もいるかなと思いますけど、ボールのエンパイアとかはたくさん見た。逆にね、はい、逆に俺だから頼むミラージュですか。ちょっと名前は出せないんですけど、これ、とある方からお願いをされて、まあ、もうこのカードの持ち主は、マジック大好きな人だったんですけど、この人ですね、まあ、どうしても並べてほしいということで、依頼を受けて並びましょうという、まあ、そういう人たちの個人的に預かったものを今回、使わせてもらって。そうですね、いろんな人の思いとかも、ここに持ってきてるから、なるほど、まあ、時系列順に戻りまして、これ、みんな結構知らないんですけど、でもアライアンスって、ゴーストビームって、もうサイクルになってて、これ、ピッチなんですか、全部。で、まあ、この辺はね、多分ね、まだ見かける、昔、エクテンやったときに、これは結構、ね、すごく、約20。5年ぐらい前に一番高かったカードどれだと思いますか。でもやっぱミドルじゃないですか、そういうと。それがこれなんですか。ミドル。そう、ミドルが650円で、はい、2500円の時代があったんです。4倍ぐらいしてたんですか。そうそう、歴史、本当に一瞬だけこれがトップだった時代があった。私の人からやってる人忘れてると思って確かに家に昔のさ、デュエリストっていう、はいはい、雑誌とか見てるから、これが一番高い。すごい。しばらく持ってる人がいる。一回見てもらう。当時の値段見てもらうと面白い。俺と同い年ぐらい、30、今年7歳とか8歳ぐらいの人は、だからこの2004年代ぐらいから始めたのが結構見かけた。はいはい。まあ、日本のね、モチーフというか。そうそう、まあ、一回やってて、でまあ、なんか学業とかで一回やめて、まあ、この辺で戻ってくる人は、まあ、俺の年代は多かった。はいはいはい、はい、思い出に残ってる人は結構いるじゃないですか。超有名カードですね。その人も見てこれ。えドラゴン。あ、五色の、そうそう、特にもうこの3つからここら辺です。この3つは本当に大暴れちゃんと、まあ、最近に転生しましたけど、彼らも系列順なんで、アンヒンチとちゃんと。あ、そうか、この後にアンヒンチと、まあ、ジョークセットですね、まあ、北間と。これはね、ちょっと伊沢さんがよく入れてくれましたと。スーパーシークレットデッキ、はい、これはもうホイールしか存在しない通常がないんですよ。こういうのも、まあ、そういうのを入れてます。おー、なるほど。ほんとはちょっとアイフォンとかね、並べたいカード結構あったんや。5枚取るみたいな。枠は少なめ。枠は少なめで。私、アイフォンで並べたいカードの話しだしたら止まんないですからね。あの1個ずつやっていく余裕がないんで。はい。いや、止めましたけど。この辺結構、今でもここから始めて続いてる人は結構いるみたいな。確かにそうですね。まあ、隣タルキールですけど、タルキールぐらいから初めてっていう友人とかも僕も結構いるので、この辺とかもよく見ました。あ、レオゴールド。最近まだちょっと使われる。ああいうか、俺これ好きやわ。普段思い返すことはないですけど、なんかこうやって実際のカードを目の前にすると使われたなとか使ったなとか。普段カードショップではこれは別に並んでないんで。あ、そうです。なかなか並んでない。でも持たせて並ばしてるものも結構ある。はいはい。どういう意図か考えながら見てもらったら、展示にストーリーを感じてもらえるとね。あと今回一部の場所を除いて撮影 OK だった。あ、じゃあ、これね、こういう感じで思い出の一枚みたいな、みんなで共有したりしても楽しめるよね。そして最新のコマンダーマンターの新ミルクカードまで。これですね、30年分の歴史が並びます。まあ、そんでここからね、またエルドレイヤーを続いていくことになるので。そうですね、今週はついに35歳があるか、もしかしたらまたやらせてもらえるかもしれない。5年後もあるんですけど、ブースターパックとかも叩いたりいや、確かにブースターの実物なんて古いやつは本当に見れないですからね。今回ちょっと時間限られた時間までもあったんだけど、だからそのアイディアを実現できたものが
できなかったのは、まあね、まだここからじゃ5年分の企画期間がありますから頑張って準備したのがなかった時に最悪だまあ、その時は10年後ですね。その時はまあじゃあ40周年かって思っときましょう。真ん中に、ね、壁がどんどんどんって3つあるんですけど、まあ、そこには結構いろんなテーマで盛り込んだ展示になってるんですけど、はいはい、まあ、ここはシークレットレアを、まあ、結構ランダムに配置しました、ね、はいはい、なるほど。シークレットレアはいろんなレアが出てあるんで、こんなね、ボーラスとかあったりとか、これとか、テイドテキストレスだし、あ、テキストでもよく見るとこれ、よく見ると書いてあるんですね。これ普段乗ってへんから、あ、これクローラーになる、ワイワイ楽しみがあるなと、結構本当にランダムに配置した。調べれば出るカードもまあ多いですけど、やっぱ実物見ると違いますからね。俺もこれ用意してる時に欲しなったからなんかこれええやん。あ、最近ちょっとあの出過ぎてて、まあそうですね、いっぱい出てますから、なかなか全部多いやん。確かにこの機体にちょっと見返してもらって、まあ、このシンベトレア自体がこの横の壁にもあるので、あ、こっちとかもね、見に行くと、はい、これはなんと知ってるのかな、みんなこういうものがあったらしいんですよ本でやるということで、カードを外せへんやろうということで、画面書いてますもんね。あ、そうですね、プロモーションカードとして、ね、日本語版は5枚のうちこのイーサンの鍵を除いてないと、まだ結構今手に入れようと思ったら難しいです。まあ、サード自体は知ってても、ね、プロモーションがあったみたいなのと意外と知られてない事実かも。はい、デュアランドマジックを語る上ではない、避けては通れないですよ。クラウドの元祖、あと今回アルファパンでベータじゃないですか、アルファです。で、あの、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、オルファニックアイランドもあって、そうですね、あのアルファには使用されないんです。例外ですね。そう、例外で、これはもうベータのコイン、ベータしかないんで、ベータのコイン、ここに解説に書いてるんで、これは結構有名なエピソードです、ね、有名ですね。アルファがやっぱりね、こんな一遍に見れるとこう全部展示してるみたいさすがにないんちゃうかな。そうです、お店で実物がこうやって目で見れる状態でアルファが九州並んでるっていうのはあんまり聞かない。これもね、ぜひ実際実物を見てほしい。本当ね、この伝わんないんですよ、カメラ越しだと伝わらないものがあって、デッキを映してますけど、まあ、今回あの事前にツイッター X の方で、はい、あのウィザードさんがなんかベストデッキを募集してた、はい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 、まあ、それのトップ5で今回展示されてます。なるほど、ね、正確にはトップ5でかつ25周年記念の時に展示していなかった。ああ、なるほど、5年前に展示していなかったデッキが並んでいる、まあ、それやっぱり、まあ、やっぱり旬はね、連結神話、まあ、結構ね、サイドボールからも今回並べてるんですけど、その辺に西南武将が入ってるんですけどこれ最後までやるからね。そうっすね、メインちゃうんやみたいな時代を感じる感じ。さあ、これはパララックス補充デッキコーナー、あのパララックス補充って言葉とはかは聞いたことあります。見てもらったら多分ノンクリーチャーデッキなんですね。レガシーのしかもこのカードとこのカードで関連してて、まあ、補充で一気に使える。そうすると、まあ、これと一緒に返ってくれる、能力を使いながら負けてくるね、あのデッキ名のパララックス、これじゃ使ってたんですか。使った。おお考えたらありえん、補充が当時手に入らなくて、えこれが手に入らなくて2枚ぐらいしか持ってないこれが大事なんですね。彼にもこれを入れてまあ強引に探して、まあ、強引に見逃ししてもらって当時からやってる人あるわけですから、それだけ売ったら、はい、というわけで持ってきたで竹内の話です、ね、まあ、全部じゃないんですけど、ね、このカード、まあ、一部で竹村さんのカード、実際にデッキに入ってたカード、言わずも知れたアブザンワードでございます。こちらにもね、名前ありますけど、竹村さん、そういうふうにいろんなデッキが、ね、並んでるんで、まあ、他のデッキも出てますから、会場で
認してもらえば、この下にも現代風展示アート、ほう、ちょっと今回のたまたま偶然おしゃれコーナーで置いてたこの店の名前がハイサイドストアっていう、めちゃくちゃたまたまなんですよまさかのマジックに絡む単語でしたね。はい、で降りてくるとすぐそこに、はい、まあ、このマジックを作ったリチャード・ガフィー博士のメッセージ、あとデザイナー、書籍デザイナーのマーク・ローズ・ウォーターさんの、メッセージがあるんで、ちょっと前で写真機能結構撮ってしまったら、この裏側にも30周年記念モニュメントみたいなのがあって、そこで写真撮るのはやっぱ思い出に残るんちゃうかなって思います。良さそうですね。やっぱこう30年前にこのリチャード・ガフィーさん、その人の頭の中がから始まった物語が今こんな風になってるんで、そうです、そう、世界中巻き込んでですからね、すごいよね、すごいよな、ね、しか言えへん、いや30年前からね、こんなに人々を魅了し続けるっていうのがもうね、イメージがね、わからないんですけど、いや、ありがとうございます、ね、でもイメージわからなくてもマジックのカード手にすればこの歴史の一部ですかね、うん、我々も会場の出たとこすぐにフードホールがあるんですけど、まあ、そこも全部ね、マジックのカードこういう風に、まあ、1993アラビアンナイト、まあ、横にね、あのレジェンドのパックの裏面があったりして、なんかすごいな、すごい1993やもんな、そうですよこの年から始まったんですからね、他にも結構いろいろパックあるんで、壁面ずらーっといっぱい並んでたりするので、ぜひこれもね、見てほしいです。このサイズのね、ブースターパックのパッケージなかなかない。いつも3階からの、あれ、なんかあります、あれ、なんかいますよ、ゴンビアがよくちゃんとマジックを足に、はい、なっていてます。これじゃマジックのキャラ、そう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 、確かに単眼のね、まあ、こういう感じであの隠れ丸々が、まあ、これを探すのも楽しそう、楽しい、ね、30枚のパネルだけじゃなくてこういうね隠れがいると一応探したいですね。はい、ということで回っていきましたけども、はい、まだね、あの30周年の歴史なので、まあ、本当に一部だけ、うん、一部だけではあります。結構、ね、たくさんの人いらっしゃったんで、あのゆっくり見てると、この丸い字かかりそうな、まあ、光栄ですよ。こんなことやらせてもらって。そうですね、関われて本当にありがたいということ、うん、まあ、じゃあね。今ちょっと35周年で、まあ、50周年ぐらいまでは頑張ってます。まあ、そうですね、まあ、生きてる限りやりたいんでねっていうことで、はい。まあ、すごい。いろんな見どころある企画だったので、まあ、ぜひ皆さんもね、まだあと、10日まで、9月の10日までやってますんで、間に合うかもしれないので、ぜひ、はい、ということで本日の動画は以上となります。お届けしたのはビッグマジックドラ太郎と、はい、ありがとうございました。